はい、やっていきます。お願いします。ちょっとコーヒー飲みに行ってたら、完全に途中から始まってたんですけど。あー、居飛車と9連勝。9連勝は聞いてない。9連勝は聞いてないんですけど、勝ちます。なぜなら、今から使う戦法が優秀すぎるからです。はい。この総府流四間飛車ね。中村太一将棋はじめチャンネルで紹介されていた、この総府流四間飛車、最強説、提唱していきます。よろしくお願いします。最強。これで封ついて。ね。この形。この形が総府流と、ここで銀出て。もう封付き目指して。もう天使閣美濃なんてね、組ます暇あった。うわぁ、なんか袖飛車。これ封ついてないの生かしに来てる。封ついてないの生かしに来てんねんけど。なんか袖飛車にするなら封つく必要ないし、ついてない方が角出が通りにくいんで、ということなんですけども、知りません、そんなものは。え？それ大丈夫な飛車回りとか。金で耐えてる？なんか取って同銀封打ち。銀上がり。で、ここの銀が不安定やから、なんか、積んでそうな、銀が積んでそうな気もするけど。あと、シンプルにこれ取って同銀に銀では同銀同角。角なり狙い。割り打ち狙い。うるさくね？いや、チート。ガチチートやわ。だって中村八段が、ね、今まで、で聞いたことないぐらいも優秀っておっしゃってましたもん。もう聞いたことない、聞いたことないぐらい優秀さを噛み締められてたんで、これガチ優秀でしょ？これ封ついたらどうすんの？同歩なら、銀取って同金に銀打ちが飛車金両取り。歩で銀取ってきたらもう歩成りで飛車金両取りとかで抑え込んでいけば結構うるさいよね、多分。ええー、飽きません。飽きません。先生。先生。ちょ、もう一回やっていい？ちょっと、これ、どん引き、どん引いてる。ちょ、9連勝の余談相手にこれはどん引いてる。ガチチート。ほんまにあかんことしてる。あ、これちょうど後手番やからいや、戦後。ああ相手振り飛車パターンね。それも中村先生研究してたから、ちょっとやっていこう。え、ちょっと、やばい。漏れそう。これ、採用待ったなしでしょ、マジで A 級順位戦。これは採用1あるんじゃない？もともと中村先生ってあれですからね、四間飛車党ですからね、プロデビュー当時は。藤井システム等だったはず。うん。結構プロなってから数年は振り飛車でやってたはずですね。で、何年か経たれてから居飛車党に転向されたっていう経緯があるんで、これ、ガチ、ガチ。今の見ました。中村先生こっちに上がるパターンもやってたからこっちに上がってみよう。え、ちょっと今のほんまに感動したわ。見ちゃいけないもの見せちゃいましたね。でこの木村美濃は、なんかここが弱いイメージあるんで、ちょっと8筋ついていきます。封って。で、封ついて。桂から封ってこと？あー、なんかあれかな。角出てこう飛車狙ってこようとしてんのかな。それ嫌やから、飛車浮いて、こう回ろうかな。そういうのどう？そういうのは荒い。ちょっともうここは硬いんで、こう浮いて、こうするっていうのどう？これ芸術的じゃない？なんか。天野宗夫さんの戦法と現代のこの芸術を掛け合わせた現代アート。いや、この現代アート良くない？これ、かっこよすぎん？これ天才でしょ？ちょっと天才の構想と崇め奉ってほしいんですけど。これなぁ、でも角上がりたいんですよね。なんか、角から桂っていうのがいい形なんで。ただ、角の瞬間に封付きで角頭を狙われんのが、鬼のように気になるから、ちょっと一回受けるわ。あ、一回やめとくわ。交換しといて。まあ、封付きには銀引いとこ。封付き銀引きの交換ってなんか銀下がらされて面白くないようでもあるんですけど、これはここかな。
歩突くと桂馬跳ねられなくなるんで、なんかそんな嫌じゃないっていうのはあるんですよね、こっちとしても。で、銀じゃなくて金。金でグイグイ。こう出ようとしてる。いやー、まあ、なんか一回これ歩突いた方がいいんかな。歩突き見せて。でも、こっち端薄いから、なんか歩歩とかやっても、ろくなことならんねやろな。ろくなことにならない気配しかない。角出る？出れるかな。まあでも相手もなんか6筋から動くの怖いでしょう。なんか歩突き同歩同銀は、歩打ち同歩同飛車が銀取りになったりして、なんか食いついていけるし、なんかうるさいでしょう。なんかうるさい。きっと何かうるさい。そう思って私は今日も進みます。よろしくお願いします。真面目な話、歩突いてほしい説あるな。同歩同銀で、歩打って、同歩同飛車銀取り。で、銀かわした手が角取りなんだけど、もう金切って、角切って金取って、同飛車に歩打って、こう飛車と歩で8筋狙って、もらった金を次金打つっていう手を見せれば、結構うるさかった可能性ありますね。だから、相手の方はやってこなかった。これって次、歩突き、あー、そういうことか。これ次、歩突き、同歩なら、歩打って、同歩同桂でこっちの弱点の小瓶からガリ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 来ようとしてますね。それ、率直に、それ、嫌です。金で受けとく？ここ。いやー、でも、それでも来そう。それでも来そう。やめて。ここだけはいじくり倒さないで。あと、なんかさっき、歩突き同歩同銀には、こう、後々角で金取る手があるから、大丈夫みたいな話してたんですけど、切る手なくなったから、ここで歩とかも、あるかもしれない。なんか中間のすごいムズいてきた。折衷案。折衷案来ちゃってる。折衷かはよくわからんけど。え、同角で銀ってこと？なんかそれってどうなんやろ。角引いといてこれ歩取るってこと？それってそんな厳しいの？なんかあとこれ角切って同飛車歩ってさ、同歩同飛車でなんかこう利かしつつこう銀取りとかいう筋も見えなくはないからちょっと、悩むなー。いやー、でもそれやってもあんまろくなことなさそうな気がするなー。一回歩打って、同玉なら角切って、同飛車に歩打って、同歩同飛車が王手銀取りとかはあるかもしれないけど、ここで歩打ちって多分同金で取られて、まあでもそれで形乱れるからっていう実践的な勝負していくか。まあ今5筋で歩もらったとこなんで、これ歩上げても一歩損にはならないから、ええー、もうそれならもう行きます。もうブチギレ。ブチギレの歩打ち。同歩同飛車なら王手銀取り。ほっといたら歩成り同金歩打ちがある。角打たれるんですけど！角って大丈夫そう？飛車逃げたら角で歩回収される。角の時歩成りなら同金で、なんか飛車取り残ってるから忙しそう。やばい。え、でも結局相振り飛車ってなんか攻めたもん勝ちなんでしょう。僕聞いたことありますよ。相振り飛車はもうしこたま攻めた方が勝つって聞いてる噂で。こんぐらいがちょうどいい。なんか戸辺先生の相振り本でなんかもう角損でバチ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 やるみたいな攻め筋載ってたような気するし。あ、角損ではなかったかな？角銀交換やったかな？今回角桂交換なんでそれより損なんですけど大丈夫そう？いやもう、ああ、通った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 よ。これ飛車成り受けにくいよ。歩で一旦受かるけどまた寄れば飛車成り受けにくいよ。おい！だから攻め合ってくる。ちょっと待って。
これならでも一応銀桂と角の交換なんで、そんな悪くないような気もするよ。銀打ちかける手あるし。いやーでもそれ、わちゃわちゃやってくんのうるさいか。わちゃらーですね、なかなか相手の方も。相手の方なかなかのわちゃらー説ある。こっちはとにかく木村美の玉頭薄いから、ふーって攻め合う手を考えたい。ただそれをいつするか。ここで手抜いて風なのか、ここで手抜いて風は割とあるよな。風なりなら同型で風打たれるけど、その瞬間が一瞬ぬるいから、風なり同金桂まで迫るとか、結構うるさい気もするんだけど、この歩は同歩なら、金出て、同銀同角が香取りっていう話をしてますね。その瞬間の方がぬるいかな。まあ、玉頭は一回丁寧にケアしとくか。一旦ケアしとこう。んで、金出てきて、これを手抜くっていうのもある?もう次、歩叩き気持ち悪いかな。まあ、一回同銀な気するな。で、歩打って。でもこれ銀渡したから銀打たれちゃう。同歩は歩叩いて、同金桂馬とかが、土着ソウルサイトは思う。ん、そうっすね。そういう可能性ある。でももういいや。もういい、いい、飛車とかいらん。これ、風って勝てへんの?荒井さん?でも飛車打っても玉上がってこっちの玉まだ詰まないよね。じゃあ割とうるさいと思うねんけどな。風打って、飛車取って風なり、同玉に叩いて。なんか、同玉なら銀打ちで帰らせませんよって言えるし、歩打って逃げたら、金張り付いて、歩と金で左右強撃ですよ、みたいな感じで言ってけるし。いやーもう逃げる時代じゃない、これは。グッバイ飛車。君のことは忘れない。君のことは忘れません。これ寄ったらかっこいいな。寄らんかったらアホ。寄らんかったらアホです。叩いて。これを受け切るのは至難の技やと思うけどな。飛車打って玉上がりで一瞬耐えてんのが、ガチででかいと思うけど。待って、飛車に玉って飛車なり大丈夫そう?まあ、一回逃げれば大丈夫か。引きやと?金打つと?銀打ちからの王手と銀打ちからの王手があるんで、波は浮かんないと思うんだけどな。でも、金は、歩ついてきて、同歩同角で、ここの逃げ道作ってくるか。いやでも金に、歩なら、桂馬が鬼ぎつですね。歩なり見せつつ、ここの逃げ道塞いで、それは絶対寄ってる。え、金で勝ちじゃない?化け物!総夫さん化け物なんですけど。総夫さんが完全に化け物。江戸時代の名騎士、天野宗歩。天野宗歩説もあるっていう話、この話しましたっけ?天野宗歩と天野宗歩っていう説があって、どっちか分かってないんで、一応どっちでもいいってことになってるんですけど、中村八段は天野宗歩っておっしゃってましたねっていうこの話しましたっけ?いや、化け物!You are number one! 宗歩 is number one! 大流行待ったなし!ありがとうございました。